コメントでね、のこがまの手入れの仕方をね教えてほしいっていう話があったんで今回動画撮ってるんだけども、まあ、まずのこがまっていうのは見ればわかるかもしれないけども刃先がねギザギザしていて、なんていうのノコギリの形状をした釜のことをノコガマって俺ら呼ぶんだけどノコギリガマってね言うんだけどもねすごく切れやすいのよ。稲を刈る時とかもねこういうシュッこういう風に普通の釜だとこうやったりするのかな、だけどこの方向でね、まあ、指だと危ないんだけどさ稲わらを掴んでそこを引くように切るとノコギリのようにうわ危ねえ痛かったねやるとザグッと切れる、そういう使い勝手のいい釜です。やっぱ草刈りとかをね手でやるときはこれ使います。まあ俺ももっぱら刈払機、使ってるからだからなかなか出番なくなってきたんだけども、やはり手作業であれば草を刈る取るっていうことに関して言えばこれかな。ジギバで刈って取るっていうことは普通の釜よりもこのノコギリのような刃の下ノコガマこれをおすすめします。でこの手入れね、まず手入れなんだけど手入れの前にまずね使ったら土を洗い流してしっかり乾かすこと、それから保存するっていうことを徹底してほしいの。手入れの前に、まあ、それも手入れだよね。しっかり洗うことね、洗って干しておけばサビも遅れるから長持ちするんで、切れ味も長持ちするんで、まずそこから、まあ、スコップにしろ何にしろ包丁にしろ洗ってから乾かして保管するよね。それを徹底してやってほしいの。これね、この刃を手入れするって結構根気いる作業で大変だから、ぜひともねまず洗うってこと、土をつけたままにしないっていうことを徹底してほしいことの一つね。で、残しとく保管、長く保管するときはこれにね、まあ、油、まあ、クレ556でいいよ、潤滑剤のクレ556をつけて新聞して拭いておくと、それだけでも結構ね持ちは良くなるんで、まあ、ハサミなんか特にね、あったこういうハサミとかはクレ556をつけてねこう擦れるとこ多いから新聞して拭いて保管するんだけど、毎回毎回ね使った後、まあ、これもやっておけば、何歩か良くなるかなって、まあ、接合部分擦れる部分がないからいらないかもしれないけど、でもそれをやっててもどうしてもね刃が潰れたりとかしてくるんで、今日はその時のやり方ね、まあ俺もあまりこれ最近出番ないからやってないから、どういう道具使えばいいかなって一つ一つ探してきたんで、それを紹介しながら、実演しながらやっていきたいなと思います。で今気づいたんだけどもね、見づらいけれどもここちょうど刃が潰れてるの、見づらいな刃な、うん、潰れてるとこもあるんでちょうどいいから手入れし、ね、動画撮りながらやろうかなって思います。で今回ねいろいろヤスリとか買ってきたんだけども、ダイソーでね100円ショップのダイソーでいろいろ買ってきたんだけども、その中の、この丸と三角って書いてるやつの三角使ってやればちょうどいいかなって。すごい久々だからさ、いい道具なかなか見つからなかったんだけど、これねちょっと見えづらいんだけども、このギザギザね、このギザギザの間にちょうどフィットするのよ。これをキュッキュッキュッ一個一個ね、見えてないか、ちょっと鎌自体を俺が肉眼で見ながらやると画面から消えたりするけども、こうやって一個一個キュッ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 とこういう風にやっていきます。まあ分かる人も少ないかも分かんないけどもね、チェーンソーの刃もね、なんか似たような丸いさ、ヤスリが売ってるわけよ。それで、一個一個ね、チェーンソーの刃、こうやってシュッ、なんかまあ、あれはキュッ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 とかやった気がするけどもね、うん。それに近いかな。で、一個一個こうやって。うん。刃先がなかなかキラキラしてきた。このチェーンソーやったことある人ってなかなかね、家庭菜園ではいないかもしれないけど、チェーンソーの刃をやるような感じ。まあ、家庭菜園の人でチェーンソー触ったことない人の方が多いかもしれないけど、俺も使ったわけじゃなくて、手入れをやらされたのね、農家さん。バイトしてるとき、使われてるとき、その残り、このヤスリを買ってこいと、専用のね、で買ってきて、それをこうやってやるんだってやってやらされて、整備して、で覚えてるのね。
先っぽはまあまああまり使ってないからいいかな。一番やっぱ使うのこの辺とかだよね。この手前のさ、手前つか根元の方潰れてるしさ。うんうん、まあこの辺でまず一発ガチッと買ってしまって、こっちはまああまり使ってないから、まあまあでもちゃんとやるか持ちづらいんだよ。カバンとかこ持つとき気をつけてね。あ、痛いわなんか固定する場所あれば一番いいんだけど、そのそういう設備俺持ってないから、置けばいいんだろうね。昨日あの前の動画のさ、あのスコップの時みたいにさやればいいんだろうけれども、まあ手で持ってるから、まあこんなもんでいいかなってなると、この上今度ねヤスリをかけると、裏側ね、あのなんつうの、包丁でも研ぐと反対側にさ反るっていうかバリが出るっつうのかな、それが出てくるんで、それを取ってあげなきゃいけない。まあそれあのこっちのヤスリのねひらでもいいかもしんないね。違うもの買ってきたんだけど、ひらでいいかもしんない、うん、このひらべったいやつ、まあ、さっきの三角っていうのは本当に三角でさ、こういう感じになってて、この三角の部分がさっきの、のこがまののこの部分にちょうどフィットするんだよ、うんね、ちょうどフィットするわけさ、だからやりやすいので、裏側反り返ってるからやっぱ触れば分かるのよ引っかかりがあるのさ。これをね軽くかけてあげれば、この刃の方向に向かってこうやればやりやすいな。こっちで引っかかるから、うん、言っても俺もあまりのこがまの手入れしないからさ、うん、っていうやり方で、もう一個買ってきたのがこのダイヤモンドシャープナーどうかなと思って、ちょうど釜のほらかけてるから、こっちの釜はのこがまじゃなくて、ね、のこがまではなくて普通の刃物の釜だねに使ってるけれども、これもさ使えるんじゃねえのと思って、こっち側ね、あの表側じゃなくて裏の方の仕上げにね、こうやってさシュッ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 とね、これでどうかなと思うんだけれどもさ、ちょっと今実演でやりすぎて今度こっちに沿ってきてるな、うん、まあこれを指で触っていい塩梅になるようにバランスとってね、シュッ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 と、うん、まあ大体うん良くなったかなっていう感じでやればいいかと思うんで、要はこの刃がね、あの尖っていて潰れてなければいいんで、映ってるかな、映ってるね、この刃がね潰れてなくて尖った状態で潰れてなければ使えるんで、それでいいと思います。それでね、まあこれが潰れてしまったらね、これがね潰れてノコとして役目を果たさなくなったら、逆にこれ潰してしまえばいいんじゃないかなって、潰して普通の刃にしてしまえば釜になるのかなって、まあそんなことまだまだ先の話だけどね、俺のノコ釜はね、うん、で振り返るとやはり使った後ちゃんと洗ってあげると、で油さすなりなんなりして保管しとく、水分を飛ばして保管しておくと、でそれでもどうしても刃が潰れたってなったら、まあ、100円ショップので十分です。この三角のヤスリとこのダイヤモンドシャンプーだ、もしくは平のヤスリで裏側をかけてあげれば、さっきみたいにやってもらえれば十分長持ちすると思うんで、うん、でね、やっぱこういう風にさ道具ちゃんと手入れで使えばさ愛着も出るしね、うん、その愛着を持つってことがやっぱ大事だからでね、まあこれなんだろうそこかよって思うかもしれないけど、なるべくこういう風に長くいっぱい使う道具はいいものを使ってください。で大体こういう仕事の道具っていうものは、あの高いものがいいものってパターンが多いです。やっぱ安いものは安いなりにね、ワンシーズン使っておしまいだったりするからやはりある程度のお金金額を出して釜を買ってほしい。これは例えば100円ショップのもの、まあ、さっき安いよ100円ショップでいいって言ったのはね、
どうせ削って使い捨てたと思ってやってるからいいんだけども、こういうふうに何回も何回も使うものであれば、釜とかは100円ショップのものじゃなくて、やっぱホームセンターに行って、まあ、1000円とか、これ確か1500円ぐらいしたかな、1000円かな、まあ、そのぐらいしたやつなんで、まあ、ちゃんとお金を出して、ね、お金を出せばやはり使ってる材質も頑丈だし、処理もちゃんとしてるし、この辺のガタつきも少ないし、でやはりお金出したんだからって大事に使おうと思うじゃん。その辺にポイって投げておくとか、ね、土ついたままにしておくってことはまずないからね。でそう、気持ちの問題でね、で今ここね削ってさ、傷ついちゃったんだけど、ちょっと気になってさ、ああと思って、んー、まあね、そういう風な気持ちを持つことも大事。やはり、ね、ある程度お金出したし、大事な道具だ、仕事の相棒だって思えば、ね、手もかけたくなるし、手間もね惜しまなくなるし、そうすれば長く使えるというのにつながるから、やはりね、ある程度のものはある程度の金額は出してあげたらいいと思うんで、ね、うん、まあそこからだよね。手入れをする前にちゃんといいものを買って、ちゃんと手入れするとかの前に洗ってあげる、干してあげるとか、そこから始めてほしいなって思います。でどうしようもなくなったら100円ショップのでいいからヤスリかけて、でおしまいと。長く使って可愛がってあげればいいんじゃないかなと思います。うん、良くなったな、こうやって見ていけば。うん、でこれも今年もこいつにお世話になろうかなと思うんでね、皆さんもね、道具ね、大事にするようにね、してもらえればなと思います。特に長く使うものは安いものじゃなくて、しっかりしたもの、ね、相棒になる道具はちゃんとお金出してやってほしいと思います。まあ、でもただで手に入るんだったらただで買ってもらったりした方がいいけどね。うん、それでもやっぱ大事に使っていけばね、何回も同じ繰り返しになるけど、愛着を持つこと、愛着を持つためにはある程度ね、手間かけたりとかしてあげないとさ。うん、これもだいぶ使って汚れてるけども、大事に使っていきたいなと思います。